はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日の動画はですね、前回の、カズマックスのコーヒーワールドで、一番売れたものランキングの前編に引き続きまして後編でございます。今回は10位から1位までをご紹介していきたいと思います。はい、じゃあもうね、前置きはもう抜きにしてもうサクッといきましょう。第10位、10位が、ハリオの V60 コーヒーサーバー、こちらでございます。これもね、僕がコーヒーを始めた時一番最初に買ったアイテムの一つでございまして、このフィーノと一緒に買ったかな、コーヒー始めますセットみたいなのがあのコーヒー屋さんにあったんですけど、その中に入っていて、まあ土王道なサーバーですよね。まあどこにでもあるというか、ガラス製で、直火負荷で電子レンジはいけるってサーバーで、まあ基本まあ直火にかけることはないと思うんだけれども、レンジに入れれば再加熱もできるし、コーヒーを入れる上で全くもう不足のない、メモリもねついているし、すごく使いやすいサーバーでございます。まさに基本アイテムってやつですね。まあもちろんこれで紅茶も入れることができるし、なんても万能に使えるんで、ほんとおすすめでございます。これがね、前回のクッキング温度計に、僅差で競り勝ってまして、101個。結構出てますね。まあ本当に堂々なものなんで、誰でも全く相性とか癖とか難しいこと考えることなく、とりあえず買えるアイテムかと思います。もちろんね、こうガーンとか強くぶつけてしまうと割れてしまうこともあるんだけど、まあ価格自体もそこまで高いもんでもないしね、数百円で買えるんで、本当これもおすすめでございます。サイズ展開もいっぱいあるんでね、ぜひぜひ。はい、じゃあ続いて、9位ですね。9位もまたね、ハリオなんですけれども、多分ね、これはみんな見たことあるんじゃないかな、生放送とかで。多分ね、去年動画もバズったから、結構再生回数回ってるから、もうほぼほぼ皆さん見たことあるかと思うんですけど、このハリオのね、フィルターインコーヒーボトルっていう、要は水出しのコーヒーを作るのに、使うボトルですね。同じシリーズでこのフィルターがついてない、まあ、ただのボトルってのもあるんだけど、これがね、あることによって本当に簡単に水出しコーヒーが作れるんで、僕にとっても結構革命でしたね。今回これがあったことによって、この夏、すごく水出しコーヒーを飲みまくりました。いや、これにね、ほんと、コーナー入れて水入れるだけで簡単にできちゃうんで、で、処理も簡単なんでね。で、ある程度ですが密閉してくれるから、冷蔵庫の匂いとかはあまりつかないし、すごく美味しいね、コーヒーがこれ一本で出来上がるんで、かなり売れました。皆さんも、ね、結構コメントとか反応くれて、これが102売れましたね。結構あれだな、温度計100、サーバー101、フィルターインコーヒーボトル102でな、結構僅差だな。まあこれも決して高いもんでもないですし、1、2本持っておくとすごくいいと思います。まあ紅茶とかにも使えるんで、僕、来年はね、この水出し紅茶をね、作ってやろうかと思ってるんですよ。これはね、正直去年ベストバイに近いものでしたね。かなり上位に入ります。はい、じゃあ次、8位行きましょう。8位はね、こちら。コーノの名門フィルターでございます。まあフィルターって名前ではあるんだけど、まあドリッパーですね。コーノのドリッパー。僕はこれを使い始めたのは、まあ、師匠がきっかけなんだけど、深入りのね、どっしりとした濃いコーヒーを入れるのに、まあ、特に適していて、まあ、それ以外でももちろん浅入りとかでもね、結構重たくというか、しっかりめに出せるんで、一時期はもうこればっかこれしか使わないって時期もありました。本当にね、いいドリッパーです。まあ、ただ価格がね、他のメーカーのドリッパーと比べると少し高かったかな。本当気持ちね、一応プラス円の中でも透明とか黒とか茶色とかあって、まあ、僕は基本的に黒を使ってるんだけど、これがね、一気に増えて134を売れてますね。結構この辺から急増しだします。じゃあ次、第7位。はい、7位はね、こちら。エニーロックっていう、まあ、袋止めですね。まあ、コーヒー器具って言われるとちょっと微妙なんだけど、要は、袋とか、まあ、お菓子の袋とかでもいいし、何でもこう止めておける留め具です。これまでね、いろんな留め具使ったんですけど、なんだかんだね、一番最初にコーヒー屋さんで、この見つけたエニーロックっていう、このシンプルな棒みたいなやつを、コーヒーの、ね、袋にスッと刺すのが一番まあ簡単で、なおかつ、いろんな環境というか、状況というか、個人の、なんだろう、保存スタイルに合わせやすいかなって思います。まあ、僕、冷凍庫に入れるんですけど、冷凍庫に、ね、入れられる、こう、留め具とか密閉容器って結構限られてて、これまあ、要はプラだからさ、全然いけるし、こんな細いけどね、意外にどんな厚みの袋でも、意外にちょっといけちゃったりするから、
汎用性が効くんで、ね、結構助かってます。まあもちろんね、あまりにも熱すぎるっていうのはもしかしたらちょっと無理かもしれないんですけど、今んとこ僕が使ってきたコーヒー豆袋の中では対応できなかったものはなかったですね。これおすすめです。これがね163出てますねいやまあほんとこうやってね数字になると嬉しいもんですね。これでまとめてくれるんだっていうね。で、じゃあ次、第7位だ。6位ですね。6位がね、どうしよう、これ紹介するかな。いいか、一応。これごめん、コーヒー器具じゃないんだけど、これ。これ、椅子なんですよ。ごめん、全然コーヒー関係ないんだけど。このコーヒーワールドで、まあ、紹介したものっていうことで、一応これを買った時にね、動画作ってあったんですよ。で、それがね、なんでかわかんないけど、バズりまして、何十万回再生回いっちゃって。すんごい売れるの、これ。でね、結構座り心地もいいし、もうほんとヘビーユースというか、常にね、これに座って生活をしているんだけれども。いや、これはね、結構買ってよかった。さすがにちょっと使いすぎてだんだん下手ってきたんで、ここ出るときには一旦処分して新しいのを買おうかなと思ってるんですけれども、まあいいですよ。ほんと最近 YouTuber とかね、実況者とか生配信者とかが結構メジャーになってきて、ゲーミングチェアっていうのも知れ渡ったまあ年だったのかなとも思うんですけれども、やっぱ一般層とかにも需要が高まってるんですね。まあ実際いいからね、本当にこのレストとかさ、座り心地とか、うん、このね安心感ないっすよ他にまあ結構高いメーカーとかモデルとかもあったりするんだけど、まあ僕はこれで十分かなと思ってます。はい、じゃあ次行きましょうかはい、コーヒー戻ります。次第5位ですね。ベスト5第1発目が、ハリオ V60 の、これはペーパーフィルターですね。そっかそっか、やっぱなんだかんだフィルターが一番数としては出るんだね。これごめんなさい、袋はないんですけれども、これがねハリオのペーパーフィルターなんですよ。僕が普段使っているものと比べると少し薄めかな。でこの上のところにちょこっと分かるこれつまみがあって、これ取りやすいですね。コーヒー始めたばかりの頃に使っていたのこれだったかな。つまみなかった気がするんだけど、ちょこちょこリニューアルとかしていて、まあさすがハリオさん、いろいろね対応はしてるみたいです。でサイズ展開もいっぱいあったし、見さらしもありましたね、茶色いやつ。僕は漂白が好きなんでね、一応これを買ったんですけど、これが173出てますねでしかもこれ1枚とかじゃなくて50枚とか100枚入りだからね、結構な数が本当出てるようです。はい、じゃあ次行きましょう。第4位、4位はこれだ、来ましたね。はい、こちら、スマートウォームコースターでございます。まあ、いわゆる、カップとか、マグカップとかを保温しておく、電気式のウォーマーですね。USB 接続のやつとか、まあ、電源接続のやつとか、いろいろあるんですけど、僕はこの AC 電源で取るやつです。まあ、なんだかんだね、USB のやつって結構パワー不足らしくて、まあ、これを買ったんですけど、本当に買ってよかったと、本当に思ってる。これが、ベストバイかな実はっていうくらい本当にこれがいいんですよ。特に最近寒いですからね、こういうちゃんと底が平らな設置面積の広いサーバーとかを使ってコーヒーを置いておくと、本当にいつでもねあったかい紅茶とかねコーヒーが飲み放題なんですよだからもう最近本当に紅茶にハマっててめっちゃねたくさん入れるんですよね。これがあることによって、うちカフェのね、こう、クオリティがぐっと上がった。水準が。なんか一気に楽しくなった。やっぱり美味しいコーヒー、紅茶、飲み物ってさ、あったかいうちに飲んでこそじゃないですか。もちろん冷めたのも美味しいし、まあ、アイスとかもあるんだけれども、やっぱり香りとかさ、その時にしかないものもあるから、やっぱね、いいっすよ。いいんすよ。これがね176売れてますね。本当に皆さんからも買ってよかったよっていうツイッターとかインスタのコメントとかもらっていて嬉しいんですけど、いやこれぜひぜひおすすめなんで、まだ寒いからね、ぜひまだ持ってない方ぜひいいっすよ。はい、じゃあ次、いよいよ第3位ですね。ベスト3、第3位はハリオの V60 ゼロ&リッパー、これですね。まあこれも僕がコーヒーを始めた一番最初のドリッパーです。正確にはこの1個上の大きいサイズをね、当時使っていたんですけれども、絶対こっちの方がいい。1杯取りとか2杯取りとかだったら全然これでいけるから、うん、ちっちゃいサイズで、適したね、サイズで。なるべくケトルの先を粉に近づけて入れられるこのサイズ選びですね。こうして、
いいねコーヒーをぜひぜひ、もしまだ入れてない方これで入れ始めてください。これ本当一押しなんでね。もちろんさっきのコーノとか他に挙げた、まあ、ウェーブとか折り紙とかもいいんですけれども、まあ、なんだかんだまあ僕が始めたんで、まあ、安心しておすすめできるかなと。これはねあんまり要は失敗がないドリッパーかなと個人的には思ってますんで、で材質もプラ、陶器、金属とかいろいろあるんでね、お好みのものを選んでいただいて、ぜひぜひ本当にこれは一押し永遠のおすすめドリッパーかと思います。ハリオ V60 グッドデザインです。お、これ215も出てるしすごいな。さすがにこの辺になってくるとめちゃめちゃ数が増えてきますね。じゃあ、このまま第2位いきますか。第2位がね、はい、こちら、またペーパーなんですけれども、コーヒーサイフォン株式会社のコットンペーパー MD26C っていうペーパーフィルターです。これ僕の一押しのフィルターでちょこちょこ押してたんでね、まさか2位になってるとは。これ嬉しいな。これね、結構厚めのフィルターで、要は僕がいつも使っているフィルターなんだけど、なんか、ネルにも近いような、ネルじゃないけど、なんかまろやかなね、コーヒーの口当たりになるんですよ。まあ、ほんとちょっとの差なんだけどね。ハリオと比べると僕は個人的にはこっちの方が好き。なので、押してます。ぜひぜひ。ちょっと普通のフィルターと比べると、値段が 1.5 倍とか2倍とかするんだけど、まあそれだけの価値はあるかなと思ってずっと買ってるやつなんで、ぜひぜひ。いろいろ試してね、僕がたどり着いた、いいフィルターなんで。でこのフィルターが気に入りすぎて、僕があまりにも押すもんだから、イラストレーターのナオナワさんがね、これをオマージュしたロゴを書いてくれて、カズマックスが出来上がったわけですよ。もう僕のロゴの元にすらなったこのコットンペーパー、おすすめです。お金出すだけの価値はあるかなと、まあ、個人的には思います。はい、というわけで、じゃあいよいよ第1位の発表でございます。お待たせいたしました。第1位、もう多分いや、分かってるよねはい、こちら、ハリオの手引きミルですね。特にこのセラミックスリムが堂々の第1位でございます。でもこれと一緒になんかちょこちょこね、スマート G とかも売れてたりとかして、まあ多分基本的にこの2つが人気なんだと思います。まあほぼほぼ一緒のやつですからね。一番最初にね、僕が買った手引きミルがこれで、でその後、まあ後継機としてこれが出て、でこれに合体させる形でこのスマート G 電動ハンディコーヒーグラインダーっていうのも、まあ、出てるんですけれども、まあ、こっちは電動化できる。で後からこっちにもアダプターをつけるとこれを、まあ、電動化できるっていう形になって、まあ、両方どっち買っても電動化できるっていう素晴らしいね、システムをハリオさんが考え出したんですけれども、本当に両方ともね使いやすいミルです。内部構造はほぼほぼ一緒で、内容量だけかな、少し違うのは。あとは持った時のフィット感とか、まあ、取っ手のね、かけ方とか、もうそんなもんですよ。何よりの魅力は、とにかくスタイリッシュでシンプルなコーヒーミルだっていうことです。手入れしやすい、洗いやすい、使いやすい。そして豆を挽く楽しさが、こう手軽にわかるっていう、要は安いってことです。結構お安いんですよ。セラミックスリムだと今2118円ですね。スマート G は確かもうちょいしたと思うんですけど、本当にね、これでたくさん今まで僕はコーヒーを挽いてきました。豆を挽く楽しさ、コーヒーを嗅ぐ楽しさ、これをね、ぜひぜひ多くの人にこれからもね、買っていただいて、そうね、楽しんでいただきたいですね。数がね、これ一気に上がりますよ。482。500に届きそうなぐらい、はい、売れております。多分これ合わせたらもう全然超えてると思います、余裕で。それだけの方に、まあ、要は2020年ですね、去年1年で、コーヒーミル買っていただいて、ひきたてのコーヒーの要は感動をね、感じていただけたんじゃないかなと思って、すごくね、すごく本当に、あ、紹介してよかったなって、頑張ってよかったなって思ってます。だからこれからもね、ちょこちょこミルとか、まあ、ドリッパーとか本当に基本的なアイテムは、紹介してリニューアルして動画にしていきたいと思うんですけれども、いや、こうやってやっぱあれですね、整理して販売数で見ていくと、どんどんうちカフェって、まあ、広まってるんですね。特にまあ去年は、まあ、コロナとかね、いろいろあってうちカフェ需要が急激に高まったところだと思うし、まあ、この間ね、カリタさんと話してきた時も
お店とかよりは、まあ、個人の方が、まあ、需要やっぱり売れてますねってあの話も聞いてきたんで、まあ、まだお持ちでないあの道具とか今まで紹介してきたものの中にありましたら、あのこの機会にね、あのまた動画見ていただいて判断していただいて、いいなと思ったものはぜひぜひこの機会に買ってみませんかぜひぜひ。はい、というわけで、カズマックスのコーヒーワールド、今回は2020年カズマックスのコーヒーワールドで紹介して、売れたものランキングでございました。まあ、また年末はね、ちゃんと買ってよかったものランキングをできるように頑張りたいと思いますんでぜひぜひお楽しみに。あれですね、2020年とランキング合わせてもいいですね、買ってよかったものは。もしかしたら、まあ、そんな感じで考えてます。はい、というわけで、じゃあまた次回お会いしましょう。じゃあね。